ですね、井上幸三さんなんですけど、これ絶対言わないでくださいよ。ハワイが好きすぎて、靴下の柄、週に5日、ヤシの実柄らしいんですよ。まさか、小幸三で来るとは思わなかった。いや、今日はですね、はい、中西くんと2人でやるということで、うん、はい、芸人さんの話をやろうか。いや、そうですよね、うん、まあ、僕の場合は99年にデイリースポーツに入ってから、うん、今のまんに至るまで20何年ずっと基本は芸人さんの取材続けてますからね。そうそう、まあ、いっぱい印象に残ってる人はいると思うんだけど、あ、またいますね、はい、ちょっとやはり今勢いすごい感じるっていうところで、大悟の2人だけじゃなかった、ごめんなさい。我が師匠ながら今みたいな姿はあんまり見たくなかった。まあ、千鳥の話ですわ、はい、そうですわ、千鳥の話ですわ、千鳥の話よね、はい、千鳥ってロケ芸人だったよね。ロケ芸、完全なロケ芸人、完璧にロケ芸人だよね、はい、うん、どこに行ってどういうロケをしても千鳥ワールドに持ち込む。そうですね、普通に街ブラ野郎がなんかこう工場に行ってなんか物が作られる過程をやる野郎であろうが、千鳥の色が絶対に入ってます。あの二人はどんな感じ。僕がね、思ってるね、なんで千鳥売れてるか、はっきり言って千鳥はもう天下取りますわ、うん、ね、まあ、もう半分今取ってると言ってもいいぐらいでしょうけど、うん、なんで千鳥がこんだけ売れてるかって言ったら、うん、大悟さんもノブさんも両方すごいからです、うんうん。まあ、A さんと B さんが組んでて、 A さんが圧倒的にすごい、ほんで A さんの馬力で B さんも引っ張るっていうコンビがまあ主ですけど、千鳥はボーボーやから、これがものすごく珍しいです。最初は8人ぐらい大悟さんの才能の方が勝ってたと僕も思い、まあ、僕も思います、いろんな芸人さんは言いますわ。途中からノブさんがむちゃくちゃ努力してノブさんの馬力を上げて結果5号になりましたけど、大悟は、はい、漫才ギャングとかに映画にね、はい、映画に出てるよね。で、あの頃の千鳥って圧倒的に大悟の存在感なんですよ。ところがどん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 こういつの間にか、あれ、ノブってこんなに面白いんだ、うん、いや面白いよねっていう風になったじゃん。そうですね、細かいことですけど、うん、例えば劇場とか番組とかで大阪にいる時にノブさんが何をしてるかって言ったら、うんうん、例えば劇場で自分の楽屋があっても自分の楽屋にこもってることは絶対ないです、うん、もう、まあ、みんなが溜まってるようなところに行って、うん、誰よりも率先していろんな先輩とかと喋る、ほんでそれで自分がこれだけのことはできますっていうことを雑談の中で絶対に喋るようにしてはりましたわ。だからそこでそのいろんな芸人さん、あるいはザックさんに対する千鳥というコンビの広報役みたいなことをプレゼンをしてましたわ。大悟さんはそういうふうなことをやるよりも、まあ、ノブさんがそういう役をやってる役割分担みたいなことはあったと思いますけどね。でも大悟もあれだけ不倫あっても、はい、ビクともしなかった。そうですね、確かにこのご時世ではちょっと考えられへんぐらい、実は女の人のね、うん、遊びの話も出てますけど、うん、僕が二十何年お笑いの取材してて、売れる芸人の法則って多分明確にあって、うん、芸人さんにとって一番大事なことは可愛げです、うん。これも僕実際芸人さんにも言うてますけど、可愛げがある人は売れます、ね、大悟可愛いよね。可愛いでしょ、これ可愛い可愛い。ノブさんもまあ可愛いんですわ、二、うん、人とも可愛いんですわ、うん、可愛げがあるんですわ。可愛げという要素が二人ともパラメーターがほぼマックスになってる、それは売れますわ。それこそね、大悟さんとはね、僕が行って行きつけの居酒屋さんが一緒で、そこでこう夜中3時とか4時ぐらいに大悟さんとこうそれこそ大阪の時とかようお会いする機会もあって、うん、でそれもほんま可愛いというか、志村けんさんもそりゃ可愛がるわっていうぐらいも可愛げの塊ですけど、特にお酒飲んだらむちゃくちゃ可愛いし面白い。夏で僕はポロシャツ着てたんですね、ちょっとこうピタッとしたタオル地のポロシャツを着てたんですね、うんうん、ほんならそこに泥酔した大悟さんが入ってきて、うん、こっち寄ってくるなり僕のポロシャツを触って、触ったことねえ生地じゃっつってずっと僕のポロシャツを撫でてるんですわ。ほんならちょっともう泥酔してるから、そのままもうトイレに入らはって、トイレでまあ用を足して戻ってきて、まあ近くの席に座って、ほんならもう一回触ったことねえ生地じゃ言うて2分前のくだりをもう一回やったんですけどね。それでも何にも嫌な気もせえへんし、酔ってそこまで酔うのも面白いし可愛いし、生っ粋の可愛げを持ってはる、うん、だからあの人のことを悪く言う人もいいひんし、なんでそんなお酒飲むかったら全部後輩を連れて行ってるわけですわ。その何件も何件も、大阪で売れてる頃なんていうのはそんなに仕事もしてはりましたけど、今ほどもちろんお金も儲てへん、湯水のようにお金を使えるほどは多分儲てないです、うん、
それでもそのいわゆるもう一人何万もするようなお寿司屋さんとかに後輩を連れて行って、それは有名だよね。もう後輩を連れて行く寿司屋の名前を聞いて、えそんなとこ連れて行ってんのと思った。そうなんです。それを先輩の小籔和豊さんが聞いて、大悟もうお前は寿司禁止やっていうことを言うぐらい、いや僕一回だけも一緒に飯食ったことあるんです、東京でね。今田耕司君と飯を食う約束をしてて、なかなか取れない和食のお店で、今田君がなんとか取れませんかって言って、やっと取れて3席取った、はい、もう一人はご自由に、そこに来たのが大悟なんですよ。大悟が一番先に来たで、なんか待ってて、まあ、すぐ僕が行って、2人でちょっとね5分ぐらい時間があるんだけど、めっちゃ違和感あるね、その店に。なるほど。なぜならばジャージなのよ、上下。彼は今田さんと軽いのりの飯だと僕が来るのも聞いてないわけ。上下ジャージで来てしまって、そこもすごい可愛かったんだけど、はい、でも結構いいピッチで飲んでたわけよ。でいいピッチで飲んで、こちらに個室があって、こちらの個室からお客様が出てこられたんですよ。なんとなく背中に気配を感じたら、はいはい、みんなで割ってみたら、これが藤原紀香さん。はぁ。で、まあ僕も立つ、はい、今田さんも立って、あどうもお疲れ様ですって言ったら、うん、あどうもみたいな感じで挨拶する。大悟だけは座って口を開けてアパーンって見てた。なるほど。そこそこ寄ってて、なんでここに藤原紀香さんがいるんだろう。ジャージも含めてポカーンとしてるのも含めて、何やったらちょっと非常識というか、なんかこうお前何しとんねんって言われがちなところやけれども、それがそう全くならない。ならないならない、うん、あの人の天性の可愛い芸人にとって一番大事なものをあの人は持ってはるってことですよね。一緒に飲んでる時間っていうのは芸人さんにとってそれはもちろん楽しい時間、プライベートな時間ではあるけれども、そこが言うたら最大のプレゼンみたいなもんで、そこで面白い人間っていうのはやっぱり本当の本ちゃんの仕事でも、じゃああの人おったらええ感じに空気回るから、じゃあいつ呼ぼうや。だからその酒の飲み方が上手で、酒の飲み方が可愛げがあるっていうのは、これ大悟さんを押し上げた大きな要因やとも思いますけどね。まあ上京してきて千鳥も思いのほか売れない時期が結構あったじゃないですか。でその時こうテレビ埼玉でお得意のロケモノの番組をやって、うん、面白いって言われて、うん、確かに。でもこう東京でわーっとこうポジションつかんでも、そのテレビ埼玉の番組やめなかった、ね、そうですよね。だからロケで1日に何本撮りさすねんみたいなノリで笑いにしながらもそれはやっぱやめないですからね。他の番組でもらってるギャラは全然違うぐらい安いから、ね、いやいや、もうすいません、ね、あのテレビ埼玉さん申し訳ありませんけども、はい、なんかお呼びがあればこう連絡もらえればそういう恩義を忘れないところもすごいよね。いやそうですよね、うん、恩義を感じてそこをやめへんっていうこともすごいことですし、そんな姿を周りが知ってるから、やっぱり先に東京に出てきてた先輩とかがなんとかやっぱ千鳥の面白さを分かりやすく通訳さなあかんと思って、あの人らの味が膨らむのことをやってあげようと周りに思わせる、やっぱりあの人たちのそこの人間性もすごいなと思いますけどね。こういう話で言うたら、かまいたちがなんで売れてるかって話もそうですし、まあ、かわいげあるんだよね。いっぱいかわいげ、うん、それはそうですか。もうかまいたちも東京に出るときにこれまでお世話になったスタッフさんを各番組ごと各テレビ局ごとに集めて、かまいたちの2人がご飯をご馳走してっていうふうなことをやってましたし、やっぱそういうことをやるとみんな人間ですから、やっぱり人間心で動きますから、心を触発されるようなことやったらやっぱりこの人たちのこと好きになりますし、ずっと好きでいますしね。まあ芸人に限らないんだけど、売れる人って生きたお金の使い方がうまいよね。うまいですね、はい、意味のある。そうですね、それによってやっぱり人の心を動かす、うん、それを別に計算でやるわけじゃないけれど、本当に喜んでもらいたいとか本当に感謝してるから心配としてやるっていうことが相手の心にズバーンと刺さりますから ね、うんうんうん、ね。いやいや、ちょっと千鳥ね、千鳥そうですね、コラボしてくんないかな。コラボ、いや井上さんが言うたらそれはしてくれるんちゃいます。そうかな。いやさ、僕なんか言うよりスケジュール空いてないでしょ。スケ、いやそれでもさ、吉本に言ったら井上さんが言うたらそりゃいけるんちゃいます。そりゃお願いしますマジの頼みのトーンでしたね。千鳥とコラボがしたいんです、お願いします。大崎会長に一番手っ取り早い名前を出しましたけど、そこ行ったらそりゃもうみんな、はい、よろしく。では皆さん楽しみにして待ちましょうコメント、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。